あの、このこと自体っていうのは、はい、実は民主党政権時代の前原誠司さんがクリントン、はい、国務長官から引き出した。<ー>あの、大昔は、5長の適用範囲内って言ってたんですよ。それをアメリカはそのうち聞かれたらはいって答えると。 五条の適用範囲内ですかと記者に聞かれたらはいと答えると。はい、積極的には言わないっていうふうになったのを、うん、まあ民主党政権の時にきちんと引き出せるようになったと。はい、それを今度、あの、大統領のレベルまで上げたっていうことですね。うん、ですから、あの、方針が特に変わったわけじゃないんですけども、あの、きちんと最高レベルで確認したってことは意味あります。うん、ただね、はい、注意しないといけないのは、尖閣諸島をめぐっては、 領有権っていう形での議論があるわけですね。領有権っていうのは言い換えると主権って言ってもいいと思います。はい、尖閣諸島の主権がどこにあるのかっていうことについてアメリカは中立っていう立場なんです。日本が今領有してる。はい あの、中国は不法選挙だって言ってるわけですね。しかし事実として日本が領有してるってことは認めるんだけども、本当はどちらのものなのかってことはアメリカは中立。うん、要するに日本のものだとは言わないわけですよ。はい、中国が日本によって取られてると言っても、それについては意義を唱えない。うん、その上で、日本の今尖閣諸島を領有してるって現実が力によって変更されるっていうことならばアメリカとしては、 きちんとした素子を取るっていうことを言ってるわけですね。はい、これは日本のために言ってるっていうよりも、うん、あそこを中国が占領して、レーダー基地かなんか作ったら、アメリカの海洋戦略に影響がありますからね。はい、アメリカはアメリカで自分の、あの、お国益を考えてると。うん。それなんだけども、中国とも今までは仲良くしないといけないんで、極力中国を刺激しないという方向だったんだけども、はい。少しそこのところを日本寄りにしたっていうことですね。 だから注意しないといけないのは、日本にとって一番重要な領土問題。あの尖閣諸島が日本領だっていうことについて、はい、アメリカは日本の立場を支持してるわけではないっていうことです。はあ、そこに関してはむ、むしろ何も言わないというか。何も言わないと。はあ、巻き込まれたくないってことですか、ね、そういうことです。北方四島に関しては日本領だっていうことははっきり言ってますけどね。はい。尖閣に関しては日本領だってことははっきり言ってないんですよ。 うん認めてないんです。ここのところは日本政府っていうのはいつもごまかしてますよね。あたかも、この安保の5条の適用範囲内にあるって言ったことによって、アメリカも日本領だっていうことを認めてるんだっていう雰囲気を醸し出そうとしてると。しかしそうじゃないです。はあ。この辺は冷静に見とかないといけないです。なるほど。これ、あの、アメリカは領土に対してそれ中立だって、 っていそこはさっき申し上げたように動くんです、いざとなった場合。うん、それはアメリカの利益のために。うん、別に日本領だろうが中国領だろうが、あそこに中国のレーダー基地が作られたら困りますから、はい、それだからアメリカが動くと思います。 ただし、ここも条件つくんですね。うん、ウクライナ情勢がもっと緊張してきて、はい、アメリカ軍が仮にウクライナで展開してロシアとドンパチやってるっていう状況が生じとすると。はい、そしたら出てこないですね。出てこないそこまでの余裕はないです。ほう<ー>。ロシアが、とドンパチアメリカが始めると、中東でもドンパチが始まります。うんうん、そうすると、アメリカは中東とウクライナに、 手一杯になって、はい、アジアは静かに静かに到底になる。その可能性が私は高いと見てます。はあ、三正面まではいけない。三正面なんて無理。ですから今その意味で、はい、3ヶ月前まで常識だったことが常識じゃなくなりつつあると。ただこの種のことっていうのは外交専門家の間でゲームのルールが変わったっていうことが分かって、はい、それがマスメディアに浸透するのに半年。 国民に浸透するのにさらに半年。だから今、あのー、飯田さんと私が話してることっていうのは、来年の1月くらい、来年の3月、はい、4月になると、大変な状態になってるっていう、<ー>みんなの認識が共有されると思うんですけど、ちょっと今日話してることっていうのは早すぎるのかもしれません。じゃあ、ウクライナの話っていうのは、もう、対岸の火事どころの話じゃなくて、 じっと見とと見かないとウクライナをつつくと、<あ>風が吹けば桶屋が儲かるみたいな話で、はい、ウクライナをつつくと尖閣が跳ねる可能性があると、はい、こういう話ですね。